はい、ともチャンネルです。梅雨の時期になって、まあ、傘がね手放せないと思うんですけども、私も、まあ、常にビニール傘をほとんどやっぱり持ち歩いています。まあ、持ち歩いてるっていうかね、車の中に、まあ、入れておくんですけども、まあ、私思うんですけども、ビニール傘最強だと思っております。というのは、ビニール傘っていうのはまず安い、そしてコンビニですぐ買える。であとはビニールなので、こう持っていても視界のね妨げにならないんですよ。よくねこう肩に担ぐように持って、で歩いていてもやっぱり前の方からね雨が濡れてしまいます。雨で濡れてしまいますので、やっぱり真上にこう刺しておくんですけども、普通の傘だと傘の部分透明じゃないので、こうやってねもう見ている分にはもう上の方に上げないと視界がやっぱり妨げになるんですよ。だけどビニール傘だと下の方にやってもね、もう本当に雨に濡れないし、こう視界にもね、影響がないということで、傘の分を下げることができるということで、雨がさらにね当たりにくくなるわけなんですよ。でトータルで見た時にやっぱりね、傘が上に上がっていて雨を避けるためには傘の大きさがね、長くないと大きくないといけないんですよね。だけど傘の高さを下げられて、なおかつ視界も妨げないっていうのであれば、もうこんな便利なことはないですよね。まあ、普段から傘を持ち歩いている人はもしかしたらね折りたたみ傘、まあ、使っているかもしれないんですけども、折りたたみ傘でさえやっぱり透明ではないですよね。まあ、確かにコンパクトで、まあ、この辺ね、上から降ってくるものに対してこの辺だけを濡れないようにしておく分にはいいんですけども、結局足元とかね、足元は濡れるんですけども、腰から下が濡れてしまっては、まあ、しょうがないなと。まあ、そこでやっぱり安価でいつでも入手しやすい、入手のしやすさと、あとは視界の良さ、持ち運びに便利なね、で壊れてもまあ全然ショックの受けないビニール傘、やっぱり最強だと思うんですよ。でビニール傘は基本的に、まあ、100円ショップとかでもね売ってるんですけども、100円ショップとかで売っているビニール傘ってのは本当にすぐ壊れます。だいたい100円ショップだって言っても300円とか500円とかしておりますが、まあ、多分製造過程のねコストをできるだけ省いて作っていますので、やっぱり品質的にはそれなりなんですよ。だけどコンビニで作るものっていうのは、いいものをできるだけ安くっていうことで改良を重ねまくっていますので、使い勝手とね安全性なんかも比べてもね本当にいいんですよ。まあ、どこでも手に入るっていうのは一番大きな理由なんですけども、私ね昔ね小学校の頃にやっぱりね傘、普通の傘持って歩いて学校とかに行ってたんですよ。でそうすると朝降っていて、で帰り降っていなかった時に忘れて、そして次の日見てみるとなかったとか、普通の傘でねなくした場合すごいショックなんですよね。それがビニール傘だと取られたところでもうしょうがないなと、まあ半分諦めてるのか、まあ大したねダメージはないんですよね。でそのダメージのなさというのはやっぱりビニール傘のやっぱ一番のねメリットかなと。壊れても大丈夫で、なくしてもしょうがないと、まあ諦められるとね。でだからこそすぐ手に入るコンビニで購入できると、まあいいことばっかりなんですね。まあ悪いことといえば、デメリットで言えば見た目見た目がやっぱり安っちいなと、まあそういうことはねあるとは思うんですけども、ただ傘っていうのは使ってなんぼ濡れないで歩いていけるから傘なんですよ。それが普通の傘を使ってね高く持ち上げないと前が見えなくて、高く持ち上げると雨に濡れやすくなってしまう傘であれば、もう実用的にビニール傘で、使っていくのが一番私はねいいんじゃないかなと思っております。まあ、こんなことはね、まあ、100も承知だと。で安っぽく見えるから嫌なんだという方はね、まあそういう人も確かにいらっしゃいます。だけど私はやっぱり実用的に、そして効率的に、使い回せるようなね、そういったビニール傘っていうのがやっぱり一番いいのかななんて思っております。
高い傘っていうのはね、本当に私も小さい時はそうだったんですけど、好きな傘を買って、まあ小さい時は買ってもらったんですけども、買って手にこう使っていて、やっぱり愛着がね、湧くんですよ。だから自分だけの傘を持っていたいっていうのもわかるんですけども、傘っていうのは、先ほども言ったように朝降っていて、で帰り降っていなかった時になくしてしまう可能性があるんですね。でもしくはコンビニなんかにポンって置いといて、で店内こう見て歩いて出てきた時にはどっか行っちゃった、誰か持ってっちゃったみたいなこともありますので、要は自分の手元から離れている時間もあるということで、なくす可能性がすごい高いんですよね。ですぐ見つかればいいんでしょうけども、大体傘持ってったってことは、誰かがね持って歩いてどっか行っちゃってますので、見つかることはまずありません。だから自分が気に入っていたとしても常に肌身離さず持っていればいいんでしょうけど、店内にねわざわざびちょびちょの傘を持って歩くのも気が引けるし、持ち歩くにもちょっと面倒くさいなというふうに考えていますので、まあ、それだったらね、いつなくしてもいつ壊れても、ショックの小さいビニール傘の方がいいんじゃないかと、まあ、いうわけなんですよ。なので私はもうビニール傘最強だなというふうに思っております。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。今回はねビニール傘梅雨時期でね持ち歩いていますので、私はもう本当にビニール傘最強だなと思っているので、この動画を作りました。まあ他にもねいろんな意見あると思うんですけども、どうだろうね傘なんて梅雨時期ぐらいしかほとんど使わないと思うんでね、まあこんなところですかね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。